こういう状態で干すんです。あ、根っこはあれを本当は刻んで干してコーヒーするんですけど、うん、今回は私が刻む余裕がなくて、うん、ザルに入ったまんま干からびて固まったまんま、このみんなが切ってくれた、うん、もうそれしかないのよ。私がストックしてるのがもうないから。